レクリエーションでやる流しそうめんってなんだろうって思ってたんだけど、竹の筒にお水とそうめんを流して下流でそうめんを取って食べることなんだね。ええ、私も実際にやるのは初めてですが、そう聞いております。ただこんなに大きなものとは思いませんでしたわ。生徒が10人手を広げても端に届かないなんて。いや、普通はもっと小さいと思うよ。上からそうめんを流すの？じゃあみんな一緒には食べられないの？そうですわね。誰かそうめんを流す係が必要ですわ。ここは班長として私が流す係となりましょう。また委員長が仕切ってるって言いたいところだけど、今日だけは感謝しちゃう。ありがとう、はるなちゃん。委員長ではなく風紀委員ですわ。と、そんなことより流しそうめんですわね。私は上に行きますから、皆さんはお箸とおつゆを持ってお待ちくださいな。はーい。皆さん、流しますわよ。ああ、こうやって流れてくるんだね。みえちゃん、眺めてないですくって食べるんだよ。誰も取らないとたらいの中に落ちちゃうの。よいしょっと。おいしいの。私も食べよ。うん、冷たい、おいしい。えい、取れた。みゆちゃん上手なの。流しそうめんって冷たくておいしいからどんどん食べられちゃうね。ふう、お腹いっぱい。みーこももう食べられないの。そろそろはるなちゃんにも食べさせてあげないとね。おーい、はるなちゃん。流す役私が交代するから、はるなちゃんも流しそうめんしようよ。何を企んでますの？はるなちゃんだけずっと流す役なんて悪いなーって思っただけなのに。くるみさんがそう言ってくださるなら交代しますけど、おかしなことはしないでくださいね。わかってるわかってる、任せて。嫌な予感しかしませんわ。ところでお二人はもう召し上がりませんの？うん、私はもうお腹いっぱいだから。みーこもいっぱい食べたの。はるなちゃん、準備いい？いつでもいいですわ。じゃあ行くよ。ちょっと、どうして少しずつしか流しませんの？これでは救えないですわ。あらら、少なすぎた？それならこれはどう？今度は多すぎ！というか塊じゃありませんか。勢いがつきすぎて救う間もないですわよ。ごめんごめん、次はちゃんとやるから。そう、これくらいがちょうどいいですわ。くるみさん、やればできるではありませんか。ねえみーこちゃん、そろそろあれ持ってきてよ。わかったの。お二人とも何をしていますの？自分から流す係をやってくれたはるなちゃんのためにスペシャルそうめんを用意したんだよ。はるなちゃん、みーこたちからスペシャルプレゼントなの。何を企んでいるか知りませんが、受けて立ちますわ。さあ流してらっしゃい。さすが、行くよはるなちゃん。来ましたわね、タイミングを見計らって。えい、どうです、キャッチできましたわ。はるなちゃん、それハブだよ。え、ハブ？いやー、ヘビはダメなんです。落ち着いてはるなちゃん、それおもちゃだから。え、本当ですわ。この可愛らしい顔はとても見覚えが。え、
へへー、うなぎくんハブバージョン大成功。はるなちゃんびっくりした？どこかで使えるかなって思って準備したんだけど、役に立ってよかったよ。はるなちゃんのリアクションすっごく面白かったの。あなたたちという人は沖縄まで来て何をしていますの？うわー、委員長が怒った。みーこちゃん逃げよ。お待ちなさい。誰が委員長ですか？もう今日という今日は許しません。ブシロードゲームズ